しい天皇少女シロン開けろすごい頭お花畑やん。スクワットしたらいいんだ。男性が私の水着姿を見に来ました。天守閣から眺める誰だよこんにちは、シロです。今回はこちら、さくらスクールシミュレーターというゲームをプレイしたいと思います。本作は何をしてもいいというかなり自由度の高いゲームになっていて、学園生活やその他の生活を謳歌できるそうです。シロはね、学校に憧れてるので、今日はね、もう学生として遊び尽くしたいなと思っています。いろいろと挑戦したいので、コンセプトを決めてプレイしたいなと思っています。ということで、テリアアリサさんという女性がね、シロの憧れの人なので、その方の真似っこをして実況プレイをしていきたいと思います。テリアアリサさんはランページモンキーアイランドさんのチャンネルにてご確認いただけると思います。それでは早速プレイ。青毛が生えてる。私、天皇少女シロン。人よりも、ちょっと大きめの灰を2つ両サイドに持っています。最初に帰ってお風呂に入ろう。私、天皇少女シロン。お風呂に入るときは、足が濡れてふやけておばあちゃんにならないように浮いたまま入る。学校のチャイムがいけない。鳴っちゃった。ここが私の通う桜学園高等学校。私の登校はちょっぴりゆっくり。これを人は重役出勤って言うんだって。開けろ。校長先生が登校されたんだよ。校長怒った。放送しちゃうと思います。それでは本日の BGM は一日中ずっと叩け叩けて叩けです。皆さん合法的に先生は授業に行きます。ちょっとです。私、天皇少女シロ。今は英語の授業中だから、お手洗いを済ませてから行こうと思うの。ちゃんと流してね。流しボタンはどこ？次の人に流してもらうの。ここやない？ここやない？すごい頭お花畑やん。メイドさんもしかして。で、やったー！やったー！やったー！私、天皇少女シロ、彼女ができました。私の速さについてこれるかな。いけなーい。自分の席。何見てるの？スマートフォンで授業してる。あ、嬉しい。みなみちゃん来てくれた。かわいい。お昼ごはん。みなみちゃんを食べたい。みなみ行くよ。お前髪型やべえな。かっこいいな、お前。お前髪型。反撃するには誤射あり。キキキキ。うわぁ！うわぁ、シロちゃんの衝動が抑えられなかったばっかりに。なんてこった。みんな、何から逃げてるんだかわかんないけど、頑張れ！国殺天使。自主武器トロトロ。あ、マラソンに先んじて出てたんですね、皆さん。え、みんなシロを追いかけてる？あれ？あれ、なんかシロ追いかけられてる。ジェットパックがあればどこにでも逃げられます。めちゃ追いかけてくるんだが、なして。うわぁ、やめろ。お前ら、お前ら、前が死んでしまうやろ。わしの巻き添えで誰かが死んでしまった。あとは、トイレに行ってよって。シロ、シロ、銃で狙われてる。待って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 、なんか銃で狙われてる。スクワットしたらいいんだ。復活したら神社に着いちゃった。今度は気絶することがないようにお祈りしよっと。頭を貫通しているわ。バリアが手に入ったわ。
ここは和牛レストラン。私が資本を一部出しているの。いつ来ても無料よ。水道水を飲みに来た風江の前でご飯を食べるわ。豆腐ステーキを頼むわ。いただきます。生きててよかった。さあ風江行きましょう。ごちそうさまでした。風江、私アイドルを目指しているの。二人組でデビューすることにしました。同じアイドルを目指す友達と一緒にこんな夜景が見られて、いつか私たちはライトの向こう側に立つんだって夢を改めて確認しました。アイドルは体力がなくちゃ激務に耐えられないもんね。これが噂のナイトプール。ナイトプールで脚力を鍛えます。茶孔を測るとき、信じられないことが起きました。男性が私の水着姿を見に来ました。許さないのはこっちのセリフよ。そんなこんなで今日も神社にやってきました。私にバリアをください。お願いします。バリアはどこですか？いけない。もうこんな時間、お家に帰ろうと思います。今から行くのは私の一番気軽に帰ってくるお家。電脳少女シロって言います。私と違って100年以上の歴史があるのよ。広すぎて自分の部屋がどこだかわからないくらい。電脳少女シロさんの体内はとても広いな。私は今階段を探しているの。階段、階段だ。出外やん。ここだった。これが私のお母さん、中井ちゃんっていうの。私の家では有料なの。ご飯のありがたみを感じられていいことね。エアランチ美味しかった。熊のよだれでできた温泉にいつも入ります。ただいまパパ。うちはパパが二人います。ただいまパパ。天守閣から眺める誰だよ。ちょっと自慢のマイカーを紹介するわね。これが、なんだ、これはアクセル？これがブレーキ？ブレーキは押しすぎると下がるらしい。運転は初めてだけど、頑張っていきたいと思う。おかしい。よくわからない。うん？ここに駐車したかったから、これでいいんだ。別の家だけど。今日は、最近、名高い、ひまわり組のアジトにやってきました。ひまわり組のお家にお邪魔します。ピンクのブツをゲットしました。港に武器商人？港に行ってみます。あなたが武器商人ですか？こんにちは。ロケットランチャーの弾を買いました。コナン薬も買いました。誰もいなくなったひまわり組に勝ち込みに行きたいと思います。さっきゲットしたロケラーを装填。おはようございます皆さん。ああ、共倒れしました。とっても気持ちがいいです。今日は YouTube 動画の撮影に来ています。もうちょっと遠くを狙わないと被弾します。私、電脳少女シロ。2回ぐらいロケランを食らっても生きていることができます。私、電脳少女シロ。制圧しました。
き残りが万が一いた時のために。あー、かわいい。黒服の男がいたので撲滅して本日の動画を終えたいと思います。太陽のマークを施して家の中でもお日様を浴びた気持ちになれるように心がけています。私の席はここ。ショットガンを見つけました。試し撃ちし、イケーブさん。ご視聴ありがとうございました。それが電脳少女シロのたった一日の出来事です。私、電脳少女シロ、この顔にピンときたら初登場してくださいね。運転もできるようになりました。それでは皆さん。